介護士と保育士の夫婦ではリズミカルガスの雑草男、うん、ピカンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。青色草親子で陸上自己ベストがドーン全てだ。本日28発目、はい行きましょう。スピード身につけようのナンバー2、スピードスキップ行ってみましょう。さあスキップです。前回やりましたハイスキップ、これと基本的なスキップをするところまでは一緒です。焼き鳥の姿勢を保って、腕振り足の動き、コーディネーション能力、リズム能力、操作能力でスキップを押して、その、スキップと押しながら姿勢をこう崩さずに上手なスキップができる、そのできた上で、今度はそれの最大化ですね、前回のハイスキップはそこの地面の設置で生まれたパワーを上にドーン最大化ね、これができますとこの力強いストライドのね広い大きな走りにつながります。そして今日はですね、この同じスキップで生まれたつま先で地面で蹴ったこのパワーを前ドーン推進力前前、これなんですよ。ですね、陸上の走りを速くしようと思ったら、もう皆さんご存知の通りストライドとピッチと地面を押し切る力、この掛け合わせ、ここがポイントだということなんですけども、このスピードスキップはですね、もうそのパワーを前にドーン行きますから、このつま先力を使って押し切る力と、そうですね、押し切る力とやっぱストライドの方のレベルアップにつながると思います。そしてですね、これね、僕も高校時代振り返るとね、走り幅跳びを専門にやってて短距離もやってたんですけども、この生まれたパワーを上にバーン伸びてハイスキップみたいにね、伸びてバーンってやって上にやる跳躍力はね得意だったんですけども、このね、推進力っていうんですか、この生まれたパワーを前に持っていく動作のことをね、あんまりねちゃんと受け止めて練習してこなかったんで、どうもねその100メートルのタイムがね全然伸びなくてですね、これちゃんとこういうことをね自分から勉強して、基本的なこういう概念のもとをやってたら、もうちょっとこのね短距離のタイムね伸びたんちゃうかなと。短距離のタイム伸びたらね、幅跳びも助走スピード上がるし、あと踏み切りからそこはちょっと得意だったんで、それともうまくいってもうちょっと記録伸びたんちゃうかなって今思っておりますので、今気づいたんで44歳、こっからやります。こっから今日だから、スピードスキップ、体を前に、この意識ねしっかりやっていこうと思います。これもまたねハイスキップと一緒で腕振りが大事ですね。足の動きね、リズム能力はもうできたとしましょう。このもしスキップができない方はもうちょっとこんなハイスキップとか、スピードスキップをちょっと置いててスキップをやりましょう。でスキップをできた上で、次そのスキップを、そうスキップをするとこうついねこう上半身が動くんですけども、そのスキップをした上で次は姿勢の意識、焼き鳥の姿勢、このね体幹固定して姿勢まっすぐで、でもこの手足股関節は、自由に動かしてすことができて、こっからが最大化できます。この基本姿勢ができてからようやく最大化につながります。これができた上でですね、この手の振りですけども、ハイスキップの時は上にバーンでしたけども、スピードスキップは前に行くんで、この、肩ぐらいでですね、前に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 みたいな、この腕振りすごく効いてきます。そしてもちろん最大に大事なのはこの蹴る、この蹴りをねバーンといきますと体がグーンと前に行きますから、このグーンと行くパワーをさらに腕振りでバーン前に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 スピードスピードスピード、いやこの意識高校生の時にちゃんとやり返しようと思っといてよかった。まあまあでも今日からいきます。さあそしたら柑橘系もね、この年頃に6歳と12歳
スピードスキップね、一緒に、ヒューガさんもね、やって、さあ自己ベストに繋げていけるように頑張っていきたいと思います。皆さんも一緒にね、スピードスキップやってみましょう。それではスピードスキップ!スピードスキップ。今日もスキップでございます。はい、リズム能力、そして操作能力、運動神経系をね、鍛えていきましょう。今日はついにね、スピードスキップということですから、昨日やりましたハイスキップは地面、軸を作って地面に生まれたパワーを上に最大化しましたが、今日はそのパワーを前に推進力最大化したいと思いますので、ポイントはこの振り上げの手と振り上げの足がポイントなんですけど、その角度がですね、ハイスキップの場合はより高くですが、スピードスキップの場合はこれぐらいですね。これぐらいでグイングイングインのような感じで体を前に前に前に、足もハイスキップの時はちゃんと上でしたけども、スピードスキップの時は前に前に前にの意識でやっていきましょう。それでは本日も柑橘系の皆さんお願いします。はい、お願いします。それではタカちゃん一品やりますので、その後皆さんで練習してまた一人ずつ確認していきましょう。はい、スピードスキップいきます。はい、頭、肩、腰、膝、くるぶし一直線、視線まっすぐで前に前に、どうですか、ヒューガさん、スピード出てましたか？ああ、見てなかった だから見てなかった。あなたも頼みの綱はアマナちゃんや。アマナちゃんどうやった？変やった。ボロボロやないか。俺は腕が変やった。またあ腕何こんな感じやった。こうなってた。こうなってた。それはね、これはええね。その辺の細かなニュアンスはね、なんかこのでも前には言ってたでしょ。前に、ああ、詳しくは見てない。あ、でも確かにこれをね、こうしたらもっと推進力つくかもしれんから、皆さんできた人はそういう細部をね、こだわっていきましょう。はい、それでは、皆さん各自やってみてください。はい、タカちゃんもいきます。前に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 重要になってきますね。はい、おお、いいですね。いっぺん腕の振り止めてやってみてくださいよ。多分推進力がね、つかないと思いますよ。で、その後腕の振りをね、つけると体が前にグイングイングインといってる感じが、感じれると思います。あと、その振り上げ足ですね、膝を前に前に、その連動、おー、天野ちゃんいいですね。さあ、それでは一人ずつやっていきましょうか。はい、本日はレモンちゃんからいっちゃいますか。はい、はいはい、スピードスキップいってみよう。前に前に前に、おー、いいですね。はい、戻ってきてください。さあ、スピードアップ、スピードを身につけよう。前に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 、 OK。 はい、続いてヒューガさんいってみましょう。はい、一旦やる前に落ち着く感じで焼き鳥の姿勢をキープして、前を見てから行きましょう。はい、お願いします。前に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 、おー、まあいいです、いいです、いいです。はい、ヒューガさんの強みは姿勢ですから、その姿勢をより、このね、リズム能力をより上げていくと、もうすごく良くなりますから。おっと、いいですね、いいですね。もう一回、もう一回行っていく、行きましょう。一旦力抜いて。いやいや、大丈夫、大丈夫。リラックス、リラックス。リラックス。はい。はい。前に前にね。前に前に前に。おー、はい、さあ。この感じをまとめてくれるのは、はい、我らがエース、アマナちゃんでございます。はい、アマナちゃんも、そしたらね、連発で、1、2、3、4回連発で、やって終わりたいと思います。それでは、スピードスキップ行ってみよう。ドゥンドゥンドゥン、おーい、はい、ドゥンドゥンドゥン、体がぐんぐん巻いてますね。はい、ドゥン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 、はい、ラスト思いっきり前に、
はい、大きくブインブイン速い。オーケー。はい、最後はママちゃん締めてください。はい、そのまま来た来た来た、ブルルルルルル、せーのー、ダーン。はい、また会いましょう。バイバーイ。目を閉ざせたい、二人は全体。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。